はいといととうことで今日も動画撮っていきますということで、えー、今日はですね、えー、インスタグラムで募集した辛口コーディネートチェックということで前はね色の合わせ方だったんですけどもあれはもともと色の合わせ方で募集したつもりじゃなくていい人をね、えー、紹介しようと思ったんですけどまあ、なかなかうんーと思う方も多かったのでもう一回募集して、えー、今日、えー、50人ぐらい DM 来てその中で4人選んだのでそちらの人を紹介していこうかなと思います。 で、えー、いいところを解説していくのと,、えー、っともうちょっとこうした方が面白いんじゃないかとかあそういうところも付け加えて話していこうかなと思います。いってみようはい、ということで早速ですね、まあ、いい人を紹介していこうかなと思うんですけども、まあ、50件 DM 来た中で、えー、いい人ですねいい人を選んでます。 えー、でまず最初はこの方なんですけれども、えー、上がフィア・オブ・ゴッドのジャケット、えー、中がレディメイド、えー、トラビス・コット・マーチ、えー、で中に着ているタンクトップがミニマルでパンツが FOG エッセンシャルツ、えー、靴がナイキのスカイ・ロンですね FOG、えー、コラボですでまあいい点を言うと、あのー、サイズ感が、うん、上手だと思います、まあ、バランスがいいかなと思ったのと これはいいとこでもあるし、悪いとこでもあるんですけど、まあ、ブランドを統一してるので、まあ、統一感はあるかなと思います。で、ただあの、ひねりがないなと思いました。うーん、ちょっとテンプレ化してるところがあるんで、まあ、そこは、あの、スニーカーだったりとか、あまあ、バックもグッチのショルダーってことで、まあ、はやり物って感じがするので、まあ、別に流行り物がいいってわけじゃない、ああ、悪いってわけじゃないですけど、なんか一つこう、 ひねりを加えて欲しかったなと思いますでいいとこだったら、えー、まあフィアブゴットのジャケットがあれ確か色が4種類ぐらいあるんですけどあの色をピンクを選んでるんですよまあなかなかねピンクとか選ばないと思うので、まあ、そこは可愛いしいいなと思ったのとまあプラスでなんかこう小物使いとかあのー、スニーカーを例えばそのちょっとピンクっぽい色とかにするとかも蛍光ピンクじゃなくてなんかその色の合わせ方とかうまいなんか そこら辺があれば、えっと、もっといいかなと思いました、えー、次、えー、2人目がこの方ですね、えー、上からニット帽から説明していくとブランドがダブルタップス上着が GU 中がユニクロカウズパンツがベイップ、えー、靴がナイキダイヤモンドサプライということでまあいい点と、まあ、さっきみたいにもうちょっとここ変えたらいいんじゃないかっていう点で話していくとまあいいところはやっぱりサイズ感が上手だと思いますでそして えーまあ、僕の動画見てる人で、まあ、ブランド着ないといけないとか高いものじゃないとダメだとかって思ってる人もいるかもしれないけど、まあ、ユニクロの動画でもあの話した通りサイズ感だけマスターしてしまえばそれなりに見えるっていうところで、まあ、この方はねサイズ感が上手なので、まあ、自由とユニクロ実際に着てますし、まあえー、とブランドと、ね、うまく合わせてるので、えー、選ばさせてもらいました、えー、で、まあ、アクセスーもつけてアクセントになってるし えー、まあいいんじゃないかなと思いますただあの一つ変える変えるというかあの気になるところはまあ僕はあんまりねあのキャップとかニット帽から前髪出すの好きじゃないのでそこだけ入れてもらえればいいんじゃないかなと思いますまあパーマみたいなのもかけてるのでまあ僕は入れた方が、えー、いいと思いますということで、えー、次、えー、次の方はこの方って えー、いいところ悪いところの話をしていくと悪いところないです、えー、一番こうアクセサリーとかも含めてすごくよくまとめてるなと思いましたあーで、えー、どこら辺がいいのかっていうのを話していくとバンダナがプレイボーイカーティのマーチでパーカーが V ロンと、えー、パメンジェスコラボでパンツがナンバーナインで靴がエアー DTMAX96 っていう僕はちょっとよく知らないんですけど その靴みたいですです、えー、いいところを、ね、解説していくと、まあ、色の統一感そのいつも言ってるような小物をプラスしてっていう、えー、統一感プラスで、まあ、見ていったら分かると思うんですけどまずバンダナのところここオレンジ立ってるじゃないですか、まあ、オレンジと V ンの文字がオレンジちょっと加工してるんで分かりづらいんですけど赤が分からないんですけどで、えー、バンダナも、えー、同じ色味で揃えてて靴もで靴も あのー、サイドのところ見てもらったら分かるんですけどちょっとファイヤーパターンっぽくなってるじゃないですかであの V ロンバームのコラボのパーカーって袖プリがあまあファイヤーパターンみたいになってるんですよ、まあ、そういうところもリンクしてすごくあのうまくまとめてるなと、えー、思いますまあほんと理想のまとめ方なんじゃないかなと思います色論もそうだし、えー、そういった模様とかもプラスしてこう合わせるっていうのは まあ簡単そうに見えてなかなかできないかなと思いますまあこれに関しては言うことないと、えー、僕は思ってますということで次、えー、最後はこの方で、えー、東京のね「ポップアップにも遊びに来てくれてまあその中でもやっぱ雰囲気があった方だったんですよで「アパレルかなんかしてるんですか?」って言ったらもともとはしてて今はしてないということだったんですけども、えー、いいところ悪いところで話せば悪いところはないかなと思います で、えー、上から説明していくとキャップが LA のフォトグラファーの人たちがしてるブランドみたいで僕は全然知りませんでしたで、上着がナンバーナインで、中に着てる T シャツが面白くてヴィ、えー、ンテージのニルバーナらしいんですけどあの首元がきつくてハサミで切って、まあ、プリントが見える方じゃなくて裏返しに着てるみたいですレディーメイドがね、えー、海外でポップアップした時にあの似たような感じで。 裏返して切る論点みたいなのを出してたのでまあ面白いなと思って、えー、今回はねそれを紹介したんですけども、まあ、そういう着方も面白いなってこと、ね、ででパンツがリックを応援する、えー、靴がマ眉シーカバンズですね。まあこれに関してはあの色味を抑えて靴だけ明るい色にしたんだと思うんですけどあの他にもいいところで言えば。 ナンバーナインと立候補援数って、まあ、なかなか合わさないとは思うんですけどそういうちょっと違ったブランドあの方向性が違ったブランドを合わせて言えばちょっと立候補演出とかに寄せてきてるような感じがするので、まあ、やっぱそういう着方その違うブランドでも一つの着方として組み合わせできる人っていうのはすごく。 おしゃれだと思うのでこの方を選ばさせてもらいましたということで今日はね、えー、4人、えー、いいと思った方を紹介したので、まあ、比較的にはね今回一番最後に紹介した方は僕よりも少し上ぐらいだと思うんですけどあとはもう18から20ぐらいの方20前半ぐらい22ぐらいまでだった,だったと思うので、まあ、是非ね、えーまあ、参考にしていただきたいと思いますし、えー、また、えー、募集する機会があったら DM で、えー、送ってもらえればなと 思います。まあ、あこの企画面白かったら、えー、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、ブルー